どこでもどんな時でも一人で自分で生きていけるようなさ、そうじゃない？3年間ぐらい武田美雪っていう女と僕は一緒に生活してたわけです。そしてある日沖縄へ彼女行くと、まあ、僕に今言い出して、今までの女なんて大抵男によってなんか輝きましたみたいなこと言われてよ、でもそれだけで満足せんかったからあんたに出たわけじゃろ。お前はでもあんたが出てしまうなんてどうしようもないじゃないか。男と女なんてセックスがあるからよ、結構いい加減にできるんだなって思ったさ。そうじゃない、喧嘩の後に口づけってさ、自分が私の赤ん坊を胸に付き合うってことであんた頭にしてるわけだろ。だってあんたのことはあんた腹と私の関係性の延長であんたがあるんだからね。ポールとの生活はさ、私はっきり言って自分の中で肝に銘じてるけど、売春婦あれのさ役目と変わらんっていうふうに思ってるわけよ、うちがよ。一人で産むからよ、てめえでさ出産できるだけのよ、あの度胸とよ、あれしとかんとよ。とにかく今自分にとって何が必要かっていうのがさ分かんないのに、一番私にダメだと思うね。とにかく今自分にとってさ何を得得しなきゃならなくてさ、で何がしたいかっていうのがさ、おぼろげながらでもね、分かってるやつと分かってないやつって全然さ行動のね体の動かし方違うよあんた。そのためにやっぱ貪欲になるし、必死になるしね、真剣になるしね、気違いになるしね、ちょっと違うんだよ。